さあ沢谷選手、経済学部の3年生になりました。1回戦の第1試合では東京農工大学の中山智代選手と対戦しまして 4.4 で敗れております。さあダブル障害をクリアしてきました。沢谷選手との対戦相手大町正勝選手は減点ゼロ、45秒88でフィニッシュラインを通過しています。さあ減点ゼロですがタイムがちょっと短かったでしょうか。走行タイムが